皆さんこんにちは。日本の代表として K-1 やプライドで戦ってきた佐竹正明さんは、当時はすごい人気で CM やバラエティ番組でも活躍してました。現在はどんなお仕事をしているのでしょうか。当時は相当稼いでいたはずです。もしかしたら現在は仕事をしていないかもしれません。そこで今回は元 K-1 佐竹正明さんのファイトマネーと現在のお仕事について調査していきます。佐竹正明さんは現役時代の自身のファイトマネーについて以前テレビ番組で話していました。デビュー当時は13万円でしたが、 K-1 全盛期の時は1試合で1000万円稼いだこともあるそうです。さらに引退試合となったプライドの試合では2500万円のファイトマネーかわずか1分で決まったと話しています。1試合で2500万円稼ぐなんて格闘家はすごいんですね。夢かある仕事と言ってもいいでしょう。今の新生 K-1 は選手も多くなってきたためか、一人一人の選手に払われるファイトマネーは安すぎるとの噂が立っています。佐竹正明さんは日本の K-1 を創世期から支えてきた人間だからこんなにもらえたのかもしれません。佐竹正明さんは関西外語大学出身でエリートの社会人生活を送るはずだったのですが、中学時代から空手を続けており、そのまま青道会館の職員になりました。実は大学卒業時にテレビ局の内定が決まっていたそうです。それを蹴って青道会館の職員となっているので相当空手が好きだったのでしょう。それもそのはず、大学4年から社会人2年まで3年連続合計4回も全日本空手道選手権で優勝しています。総合格闘技ではあまり勝てませんでしたが、佐竹正明さんはあくまで空手家です。空手時代は勝ち続け、総合格闘技で連勝を積み重ねた金太英選手にも1993年には空手で2度も勝利しています。空手ではほとんど敵なし状態になった佐竹正明さんが向かった先は当時設立されたばかりの K-1 でした。青道会館の職員という立場でありながら空手で連勝を重ねてきた佐竹正明さんですが、1992年に K-1 が設立されるとその舞台で台頭を現します。 K-1 の母体は青道会館です。その青道会館の看板を背負った佐竹正明さんは K-1 の1993年の大会でベスト4に入ると武蔵さんと並んで日本人で有力株として注目されました。 K-1 を引っ張ってきた人物として日本人で武蔵さんと並んで人気がありました。佐竹正明さんの格闘家精神は強く、次の舞台になんと総合格闘技を選びました。寝技はこれまでやってきていなかったにもかかわらず総合格闘技での出場のオファーを快諾した佐竹正明さん。背景には武蔵さんとの対戦結果をめぐって石井館長と口論したのが原因でしょうか。その後青道会館から離脱しています。ただ寝技ありの総合格闘技では本職の選手たちを前になかなか勝てませんでした。結局総合格闘技は1勝8敗1分けという結果でした。しかし最強の空手家として畑違いの舞台でも戦えることを証明した佐竹正明さんはすごい精神力の持ち主ですね。佐竹正明さんは自身の著書「まっすぐに蹴る」の中で K-1 を辞めたこと、そして格闘家を引退したことについて詳しく話しています。佐竹正明さんはパンチドランカーに似た症状で一時期は悩まされていたそうですが、実はパンチドランカーでもなんてもなかったと笑いながら話していました。代わりにこのまま戦い続けたら30歳でアルツハイマーになるよと医者に言われていたそうです。格闘家の宿命ともいえるパンチドランカーとは正式には慢性外傷性脳症と呼ばれる高次脳機能障害の一種です。これは打撃などで頭部への衝撃が蓄積することが主な原因だとされています。パンチドランカーの主な症状としては呂律が回らなくなったり、物事が忘れやすくなる、記憶が怪しくなる、手足の震えが起きる、長時間物事に集中ができなくなるなど、ひどくなると日常生活すら困難になるという恐ろしい病です。佐竹正明さんは試合で脳が揺れ動いたりして、それで死の瀬戸際4回あったと語り、特に K-1 で寒くレコ選手と戦った時には
佐竹正明さんは病院送りにされ生死の境をさまよったと話していました。佐竹正明さんは1994年のジェロム・デ・バンナ選手との試合で脳に強いダメージを負ってます。しかしこの試合は実は無理やり組まれたものだったそうです。佐竹正明さんは脳にダメージがあることが分かっていたのでバンナ選手との試合を止めたいと直訴したそうです。しかし当時は人気絶頂の中にあったので聞き入れてもらえず仕方なく戦った結果 KO されてしまいます。このバンナ戦でのダメージは相当なものだったそうです。佐竹正明さんは K-1 ジャパングランプリ99手武蔵選手と戦った時ワンラウンドでた運を奪い攻め続けたにもかかわらず 0-3 の判定で負けてしまいました。納得のいかない佐竹正明さんは石井館長に直接直訴しに行くとそんなことはどうでもいいと言われ暗黙の圧力をかけられたと話しています。これがきっかけとなり言われた直後に K-1 をやめますと伝えたそうです。石井館長といえばファイトマネーの未払いで問題になったり脱税で逮捕されたりといろいろと黒い噂が絶えない人でした。そのことは自身の本の中でも触れられています。格闘家としての試合よりも人気とお金を取ったということなのではないでしょうか。佐竹正明さんはプライドでクイントン・ランページ・ジャクソン選手と対決。その試合で佐竹正明さんは頭蓋骨が割れて背骨も折るという重傷を負ったそうです。この時はさすがにやばいと思ったそうで自分で車を運転して病院まで行ったのだそうです。この時の大怪我がきっかけとなって引退を決意。その直後の2002年プライド10吉田秀彦さんとの対決を最後に引退しています。その後2003年には総合打撃道という流派を設立し京都市に佐竹道場を構えました。道場には多くの塾生が入門しました。佐竹正明さんは平成武士道という空手のジムも経営されています。また全国の学校で講演をしたりしているようです。武士道精神になぞらえて佐竹正明さん自身の哲学を織り交ぜながら人間活動学という学問を教えています。そちらの方も塾生はたくさんいるようです。そして人材育成などの企業を運営しながら2013年には参院選に出馬もされました。自由民主党参議院公認での出馬となっています。しかし残念ながら落選しておりこれ以降は出馬されていないようです。 K-1 選手だった時代からは収入は下がっているとは思いますが空手の道場を運営したり活躍されているので収入はあるようですね。皆さんいかがだったでしょうか。元 K-1 の佐竹正明さんのファイトマネーと現在の活動について調べてみました。佐竹正明さんがいなかったら K-1 は存在していなかったと思いますし体の大きい外国人選手の中でただ一人の日本人として戦っている姿は影響された方が多くいるでしょう。現在は空手道場で若手の育成に励んでいるそうですが再び K-1 と関わる日は来るのでしょうか。今後の佐竹正明さんの活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。